はい、こんにちは、カズボウです。ドラゴンクエスト4リバースト伝説続きやっていきたいと思います。最初にちょっとね、お伝えしたいことがありまして、この動画ね、一回撮ってね、途中まで撮って、その先は撮れてんですけど、カットした部分があって、カットまでの間全部撮れてなくて、ちょっとやり直してんですよね。だから、そんな大して進んではないんですけどね。それで、前の動画の場所から2日ぐらい自分やってないんですよね。それなんで、いろいろコメントいただいたんですけど、この道具とかね、これさ、ターシャがね、今、盗賊の鍵電子ジャーって書いてるので、戦闘始まったらすぐね、電子ジャーとか見れるんじゃないですか。まあ、ここでもね、すぐ電子ジャーって見れるんだけど、これ、整頓ってやるとさ、まあ、道具の整頓と、あと MP の使い方以外は楽しいですって言われたんですよ。だから、ね、こうするとさ、電子ジャー下に来るので、ここでね、固定しときゃいいんだけど、まあ、どっちみちだんだん上に来るじゃないですか。だから頭の中でね、自分の中でね、結構どこに何あるか把握してるんで、机の上が散らかってても自分がどこに何あるか分かってれば、整理整頓ってなってるって言うじゃないですか。だからそれと一緒でね。だから見栄えもあるんでしょうけどね、やっぱ几帳面な方とかだったらね、見栄えとか気にするんでしょうけど、あんま自分気にしないんだよね、そこら辺で。そうやって MP も、まあ落ちてしまったら落ちてしまったでいいやぐらいの気持ちでやってますんでね。今のところはね。ゴールドが減るわけでもないし。だからなくなったら祈りの指扱えばいいとかね。だから、MP も結構なくなっちゃうので、まあゼロになる前に宿屋行けばいいって言うけど、宿屋が遠かったらね、祈り指で回復させたりとか、やっぱその時臨機応変にやってますんでね。はい、この旅の扉の向こうは本国ブランカだ。気をつけていくがよ。あと、戦闘の、表示速度がちょっと速いので、もうちょっと遅めにやってくれませんかっていうのあったんだけど、自分すっげえね、今のでも普通に、なんだろう。まあ、戦闘したらわかるんだけど、まあ、ここブランカなんだけどね。腰用の地とかね、これ、今オートでやってて、裏で結構レベル上げたりしてね、これでもなんか普通に感じちゃってんですよ、自分の体感速度が。ね。ボスの時はちょっと遅くしますけどね。ブランカの後ろに魔族の大軍が攻め込んできた時、王様は絶対に降伏せず、最後の一人になるまで徹底抗戦するとの方針を決めたんだ。そして言葉通り最後の一人まで無残に殺されてしまった。本当にひどい様だったよ。だから片やね、カズボさんのやりやすいようにやってください。その方が見てる視聴者としては楽しいのでっていう言葉もいただいてるんですよね。だから視聴者さんに見やすいようには考えてるんだけど、多分自分かったるくなったらね、やんなくなっちゃうんですよ。で、ここもね、山奥の村とかね。ミステリードールもこう出てきたので、これ吸い取ってます。吸い取ってね、ちょっと飛ばしていきますね。はい。ここね、どこぞですよね。あー、羨ましいな。ここもね、面白いエピソードね、自分話してたんですけど、全部取れてなかった。君がいれば他に何もいらない。愛してるよ。これからもずっと一緒だ。うん、私も愛してるわ。ずっと一緒にいようね。おぉ、青春ですね。で、ここもね。調べます。ここに何があるかとか、今ちょっとね、一回やった場所なんですけど。ね、エルフ飲み薬とかね。おや、この山奥の村に何か妖怪。ここは何もないところだよ。今日はとってもいい天気。こうして寝っ転がっているとすごくいい気持ちよ。こののどかな暮らしがいつまで続けばよいのだが。ああ、また釣り逃した。今日の魚はなかなか手強いな。聞くところによると、ブランカの後ろが魔物に攻められたそうじゃのう。じゃが、サシモの魔物もこんな山奥の村を襲うことはあるまいて。あの人、今日はちゃんと晩ご飯をおかずに釣ってきてくれるかしら。旦那が釣ってこないとご飯がないっていうのすごいよ。自給自足だね。で、ブランカで、ここもいろんな敵いたんだけど、このブランカね、みんな死んでしまった。せっかく故郷へ帰ってきたのにこんなことになっていたなんて、ううね。トラマナって呪文あるのは知ってますんで、まあ、面倒なんで自分こうやってますけど、ね、で、ここも、まあ、とりあえずパーっていきますね。
早すぎてさ、踏むつもりないんだけどさ、踏んであんの。もう何も起こってなかったね。で、この先に、まあ、下行けばいいんだけど、右もね、自分行ってたんで、あ、コンジャラとかね、出てきますね。で、ここの先に洞窟あったんだけど、何かあるかなーって自分言ってたんですよね。お、金の髪飾り落とすの。あれ、金持ちだね。で、ここも何かあんのかなーって自分言ってて、何もないねって話を取ってました。このね、まあ、よく考えたら、マフーバってさ、呪文なんだよね。吸い取ってたって自分言ってたよ。なんかと思いっきり被るんだよ。大魔王封じとか書いてるあの電子ジャーしか思い浮かばないから。あ、これドラゴンパピーもね、これも吸い取ってます。まあ、後でね、また紹介しますけど、これはちょっとカット中に吸いましたとかさ。ね。だからこれ今雑じゃないですか、戦闘とか。だからそういう話ですよね、雑だって。まあ、分かってますんで、自分で。ひひーん。あの大軍の魔族軍をやっつけてしまうなんて、アネルギー軍というのは随分強いんですな。で、ここを越えて、下だね。お、ダークドリアドなんかやる。やり直したおかげでこんなの知らなかった。こいつは捨てなかったね。大目玉は吸ったね。ね。とりあえず一回出すか。まあ、あと全員の話聞かないとね。あ、嬉しい。みんな無事に帰ってきたのね。信じていたわ。あれ、生き返ってんじゃん。こんな状態でごめんね。体調崩してしまったみたいなの。この程度のことでダウンするなんて自分が情けないわ。もっともっと自分を鍛えて強くならなきゃ。カテリナが熱を出してしまって少し無理が当たったようですわ。いつ生き返ったんだあれ。ここ来ると生き返る治療になってる、もしかして。街が平和になったおかげで安心してゆっくり温泉に入ることができる。ありがたいの。リバソー様、もしはまた旅に出られるんですか。寂しいわ。いつ再び魔族たちが現れるかわからないですからね。やはり武器防具の手入れは入念にしておかなければ。ここはアネルギウムの陣屋です。あ、メルバさんたち、やはりご無事だったんですね。よかった。できればもう二度とこのアネイルに敵が攻めてこなければよいのですが。やはり全ての元凶である地獄の帝王を倒さない限り死の平和は訪れないんだろうな。ね、おう、戻ってきたか。全員無事だったんだな。本当に何よりだぜ。隊長代行の仕事はまあなんとかこなしているぜ。だがやはりどうも肩が凝って仕方ねえ。リバスト、早く長老たちのところへ報告に行って義勇軍の指揮に戻ってくれよ。頼むぜ。ということで長老たちのところに行くんですけど、この子はすごいな。義勇軍のお兄ちゃんたち、僕も大きくなったら義勇軍に入れてもらいたいな。うん、頑張れ。おう、みんな無事に合流できたか。本当に良かったの。ひとまずこのアネイルの町は平和になりましたが、この先世界はどうなるんでしょう。本当に心配ですよ。よくぞ戻ったリバスト、奇跡的に全員無事だったのじゃな。これで一安心じゃ。ところでサントハイム王子ソロ様でしたな。改めまして今回の戦いに力をお貸しくださり誠にありがとうございます。このアネイルの代表としてお礼を申し上げさせていただきますぞ。町の者たちも皆大変に感謝していたしております。ところで聞くところによると、あなた方はエスタークを倒すために旅をなさっておられるとか。されば今こそこの旅のあなた様のご好意にアネイルとして応えるとき。リバスト、そしてメルバよ、お主らはこのままソロ様に同行するのじゃ。そしてソロ様のお力となれ。いずれにせよ、すべての災いのもとである地獄の帝王エスタークを滅ぼさねば、この町に誠の平穏がもたらされることはないのじゃ。これまでは守りの戦いのみだったが、今こそ守りから攻めの戦いへと転じるべき時期が来ているのであろう。ソロ様と共に世界中を旅して、まずは各地にいる魔族軍の将軍どもを打ち果たしていくのじゃ。このアネイルの守りは引き続きカハに任せるとしよう。かわいそうだね。存分に働いてくるがよ。しっかり頼むぞ。はい。それにしてもリバストの鎧はいつ見ても綺麗じゃの。白銀色の美しい輝きじゃわい。いつだったかカハンが戯れにその鎧を身にまとってみたことがあったの。すると途端に鎧は輝きを失い、ずっしりと重みを増してとても身につけていられない状態となった。その白銀色の武器防具は自ら使うものを選ぶようじゃの。なんとも不思議じゃな。今は出動がないとはいえ、
義勇軍の若者たちをまとめる仕事はなかなかに骨が折れるじゃろうな。カハンも頑張っておるじゃが、やはりあいつにはちょっと荷が重い役割かもしれんの。さて、これでカハンに話しに行くとね。まあちょっと変わったこと言うんだけどね。なんだと、長老たちと話した結果、また旅に出ることになった。おいおい、それはないぜ。また俺が留守番ってわけか。勘弁してくれよ。だがまあ、そういうことになっちまったんなら仕方ねえな。よし、わかった。アネールのことは俺に任せろ。世界中を回ってガンガン暴れてこいよ。お前らの活躍を期待しているぜ。ということで、進んでるデータがね、上にあるんだけどさ。うん、そこの続きをね、やるんだけど、そこは全部吸い取ってる感じなんで。で、この下行って、コナンベリーとかあったじゃないですか。そこから、ヘルビートルも自分会ってなかった。こんなんいいんだ。敵が変わってるね、とは言ってたんだけどね。ヘルビートルにダークドリアドいたよね。ヒク、世の中にはすごい人がいるもんですね。ああ、どっかに私の素敵な人はいないものかしら。アネールではリバストという英雄がついにグガー将軍の魔族軍をぶつぶしたらしいぜ。すげえよな。さあ、今夜も楽しい酒をゆっくり飲んでいってくれ。やはり酒はいいの。日常の悩み事も全部吹っ飛ばすわい。吹っ飛ぶわい。酒は嬉しい。玉はばきとはよく言ったものじゃ。酒飲んだら忘れるって言うけど、自分酒飲まないからさ。酒飲んで忘れろって言われるとどうしようもないんだよね。いろいろ悩みって人間あるじゃないですか。酒飲んだら何とも思わないよって簡単に言う人いるけど、大昔天空の神様は地獄の帝王と激しい戦いを繰り広げたそうですよ。それは天地がひっくり返るほどのものすごい戦いだったとか。小さなメダルを引き取って品物に変えてくれる人がどこかの島に住んでいるとか。まだ会ってないんだよね。だそういうのもあるし、東の岬にそびえ立つ塔は古代に建てられた陰性の塔ですわ。特に用がないならむやみにあの塔には立ち入らないこと。ああ、そうだね。東大隊がいたとこだね。まあ特に何もないんだけど、珍しい魔物はいたと。風を伝えてよ、あの子に遠く離れていようと。はい、エスタークのせいで商売も不景気ですよ。これじゃさ、この先やっていけません。アネイルではリバストという英雄が魔族軍を撃退したそうですが、その人がついでにエスタークも何とかしてくれないものですかね。相変わらず港は閑散としてるね。寂しいものだわね。はい。船を出したいですか。ならば船長に話してみてください。アネイルの戦いではかなり大活躍だったそうで、すごいですね。あ、早く次なる航海へ出発したいぜ。ちょっとね、今回早いかな。何、世界の大海原へ向けて船旅をしたいって。それはまた随分と大きく出たもんだな。だが船主さんからはあんたらの指示通りこの船を出すようにと言われているからな。あんたらが望むならどこへでも行くさ。早速船を出すかね。はい。よし、では執行だ、怒りをあげろ、ということで、でこの先までね、自分プレイしました。でね、自分でね、これ船を動かせるようになって、海の敵とかも戦えるんですけど、そこも全部吸い取って時間来てしまったんですけど、今13分しか経ってないんですよ。だから、ここで捕まえて、まあ、敵とか出るんですけどね。ちょっと応答にしてますよ。すいませんね。で、ここのミントスに行って、ね。で、ここ回ってなくて、この辺りのね、敵を捕まえますって言って、スライムベースとか出てくるんですよ。で、そこを収録しますね。じゃあ、ここでカットしますっていうとこまで、例えば動画を作ったんですよね。それで、カットしますって言って作って、で、ここの1番に続くんですけど、多分ミントスあたりにいると思うんですけど。待って、エンドルにな、待って。でもミントスまで行ってる、これ。あ、そうだ。そうだ、そうだ、そうだ。あのね、この電子ジャー見たらわかるんですけど、こうスライムベスとか捕まえて、ミミトイネズミもさっきのところに出てくるし、ちょっとね、すいませんね。これ撮ってたんだけど、42% になって、電子ジャーの中身交換しに行ったんですよ、自分。そうだ、そこまでやったんだ。だから、こことか、ヘルビートルとかじゃないですか。だから、待ってね、とりあえずね、時間軸がずれるんですけど、ミミトビネズミ捕まえてんですけど、この動画だとね。で、捕まえて終わりますっていうところで動画終わってんですよね。だからそこ最後ね、付け加えときます。ちょっと時間戻りますみたいな感じでね。
編集するので、で、これラリフォービートルとあと何いたっけな、海の敵とか捕まえてたんですよ。だから、今回さ、もうそうだね、首長竜とかも出てきたし、海にね、エビルアングラー出てきて、あと殺人鋭と突撃王出てきて、ここら辺、トドマンも出てきましたね。ちょっとここ取れてなかったらごめんなさいなんですけどね、本当に。コンジャラも捕まえてるでしょ。ベビーサラマンダーですよ。あとは、ミステリードールも捕まえたし、ドラゴンパピー捕まえましたね。はい、狩猟の騎士。あとは、こんなもんか。デザートゴーストも捕まえたね。それで、じゃあさ、今回さ、先ほどあったどこだっけ、コナンベリーの上に、ダークドリアードと、ヘルビートルいたじゃないですか、ここら辺に。それ捕まえて終わろうか。これは捕まえたね。本当はね、もう取っちゃってるんですけどね。どっちみちミントスでさ、すげえ腹立つ女いたじゃないですか。こっちが正規の、データね。探すと出てこないんだよな、このゲームって。ちょっと時間、早かったんで、他の捕まえたとことか、カットしちゃって、まあ、消えちゃってたんでね。オートでいいや。これさ、スピードすげえ遅くするとだるいじゃん、マジで。ダークドリアード出てこねえな。お、赤くなった。赤くなったのも初めて見た。赤くなるかなこいつとか言って自分やってたんですよ。あれはドラゴンクエスト4の、どこまで撮ったかちょっと忘れてたんでね、同じこと言ったらごめんなさいなんだけど、一章にいますんでね。なかなか出ないね。あ、マンドレイク初だ。オッケーオッケー。ねえ、こうやってなんか探すのも楽しいですよね。自分こういうゲーム好きなの。探したりするの。モンスターズとか、対戦より収集するの好きなんで、自分。対戦するのもね、じっくり考えさせてくれんだったら好きなんですけど、これをした方がいいとか、これよりこっちの方が良かったのではって言われるのすげえ嫌いなんで、だんだん嫌になってきちゃったんだよね。ぶっちゃけ裏事情で。あ、しびれダンビル初だね。ねえ、改めて来るといろんなのあるよね。よし、ヘルビーストとダークドリアード出てこねえけど。やっと出た。あ、出た。よかった。まあ、あったやつ据えてよね。とりあえず時間軸戻っちゃうんだけど、電子ジャーの中ね、これでとりあえずは。で、小さなメダルも、預けてきてますんで、自分。整頓しようか。道具汚いって言われちゃったんで。まあ、並んでると綺麗だけどさ、そう、一番下行っちゃうよね。やっぱここら辺だよな。ああ、ここにマンドレイクいいんだね。マンドレイクとダークドリアード。ああ。狩
しびれダンベラー。やっぱここら辺埋まってないんだね。ヘルビートル。もう一匹何かいるのか、じゃあここに。ハテナって書いてるよね。34番。なんだろうね。いそうだよね。まあいいや。まあ後で探せば見つかるんじゃないかな。はい。まあとりあえずね、まあ今回ここまでですね。それで、これさ、全部取っちゃった後に、付け足しで取った感じなんですよ。取れてなかった部分と付け足しで取ってるんで、なんだろうね。まあ、この後に、ちょっと時間軸元に戻って、耳飛びネズミ、やっと見つけた的なね、ところから、やってるんで、っていうのが、まあ、ミントスやね。ソレッタまで行ってね、ミントスの、ソレッタまで次回行くみたいなこと多分言ってると思うんですよ。で、ここら辺にスライムベースとか出てくるんですよね。で、そこら辺を、まあ、取りますって言ってカットしたってところからのスタートなんで、ちょっと時間軸戻りますけどね。じゃあそこまでカットします。じゃあね、動画の締めのところまで撮ってあるので、ちょっと2日前の動画に戻るんですけど、まあ、今回ね、ここまでやったということでね、ご了承ください。だからパート、今11か。だから12からは、このミントスの仲間あってね。だから使用人が死んでも何とも思わない悪魔のような女いたじゃないですか。散々その使用人のおかげで、使用人がすごい陰でね、支えてくれたのにね。死んだの、新しい人探すの面倒ねみたいな、何とも思ってなかったやつが、3年後どうなってるんかね、ちょっと見物ですね、みたいな感じで多分終わってると思いますのでね。あ、出ましたね。逃げるかもしれないかな。あ、オッケーオッケー。よし、捕まえました。まだなんかいるかな？だいたい埋まったね、ここまでは。よし。2ページ目、3ページ目。ここら辺気になっけどね、多分どっかにいいんだろうな。捕まえてないの。じゃあこれで、40超えたんで、エンドオールで電子ジャーの中身交換して、今回終わろう。次は 50% だろうね。なんかいいもんもらえないかな。それに応じてどうしようかなと思うんだけど、はぐれメタルの盾とか、そろそろ交換してもいいんかなとかね。お、まどろみの剣。上がる？わー、いいね。ハジャの剣。ハジャの剣浮いたね。ここでもらったんだよ、ハジャの剣。売ってなかったよね。あれ、非売品だよね。非売品でもない。あ、売ってたかな、どっかに。売ってたかもしれないけど、預けとこう。あ、なんか絶対手に入んないアイテムはないみたいだけどね、このゲームは。だから安心していいですよって、まあそういう安心はいただいたんですけど。はい。まあいいや。はい。ということで、今回断りたいと思います。じゃあ、あそこのミントスとか、ソレッタとか、冒険に関係あるのかわかんないですけど、マフーバーを使いながらね、やったり、あの後のストーリーも気になるよね。多分、読んなくても、そのストーリーには、進行には関係ないかわかんないけど、話す人によっても変わるのかな、やっぱ進行度とか。どうなんかわかんないけど。ね、それで、なんだろう、わがままです。人の命を何とも思ってなかった、まあ、ちょっと言葉悪いけど、クソ女いたじゃないですか。クソ女ね。もうクソ女って言ってもまだいい響きかもしれないぐらいクソ女がいたんだけど、ね。だから自分のために一生懸命やってくれてた人が、病気になっても何もしなくて、まあ、死んだ後に、あら死んだの？じゃあ違う人探さないといけないわね、ぐらいのこと言ってたアホがいいんだけどね。誰が聞いてもおかしい人ね。だからその人が3年前にそんなこと言ってて、この3年後の世界なんですよ、それのね。それがどういう結末を迎えたか。もう悪い人は、天罰が下るんで、ね。どう天罰が下ったかちょっと見たいよね。次回そこら辺触れていきたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォロー流してあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。